この曲はね、大井さんがね、見せてきたね。大井さんらしい、本当に。大井さんの真似をしたらね、負けやすい理由がね、ここに出てるんですよね、実は。実はね、大井さんの真似したら負けやすい理由が出てる。まあ、大井さんの手こうじゃん？普通に進めていくじゃん？で、まぁ、ちょっと安全牌、多分この両走とかもね、平気できるわけですよ。もうトン発チューンを残しながら、ピタピタピタとやって、そしたらリーチ受けましたと。はい。これがですね、あれなんですよね。まあ、リーチ受けたら、ああ、降りれるよかったと思うじゃないですか。で、おじさんは結構ね、チャンス勝負で押し返すためにやってるみたいな。うん。でこういう、この見事なね、おじさんは降りてるだけでこういうのをね、上がっていくわけですよ。でこの上がりを拾うのってね、めちゃくちゃバランスが難しいから、大井さんが守りまくってるから自分も真似しようってなると、守備力は上がるんだけど、こういうのがね、なかなか上がれなくて、あれ、大井さんの真似してたら全然上がれないんだけど、なんかラストあんま引かないけど、3着めっちゃ多いみたいな。つも良かっただけだ、まあ、つも良かったんだけど、まあ、つも良かった時に押し返せるようにね、やってるわけですよね。大井さんも鉄壁のガードしつつ、ちょいちょいこういうかわしをしてくるわけですよ。で、大井さんの真似だけしてると、こういうかわしがなかなかできないんで、普通に自利品になりやすいというね。いや、これ見事な一局でしたね。イーソーはね、通る、なんで通るとかじゃなくて、もう自分がサブローウーピでいい街で張ってるから勝負っていう感じですね。これは真似してもいいのでしょうか。難しいけど、まあ自分がね、誰の真似したいみたいな。自分が誰の真似したいかで選ぶというところです、のりかさん。はい。自分かさん、大井さんみたいな僕はもう違う。僕はもっと踏み込んでバン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 やっていく感じだ。まあ、ジャンプはね、人それぞれですね。大井さんみたいに打つのね、めっちゃ我慢がいるからさ、僕あんまりそんな我慢するの好きじゃないから、踏み込んでいってみんなが我慢しろっていう感じの打ち方するのが好きだね。ジャンタマなら別、そう、だからジャンタマで例えばなんかラス多すぎて全然勝てないですって言った大井さんみたいなマージンを参考にするのはいいと思いますね。大井さんの真似する人は多い気もするけど、やっぱりあんまり勝てないんですよね、みんな。モノマネだと。大井さん流はね、非常に難しい、勝ち切るのは。うん。大井さんだからこのバランスできてるっていう感じだね。本当に。うん。まあ、麻雀はね、一番得な打牌ってのはあるんだけど、その一番得な打牌はね、難しいから、自分がどう打ちたいかでやるのがいいと思いますよ。大井さんはね、山嫁の精度よりどっちかというと、なんか、その手牌のバランス感覚が、もう自分の中でかっちりできてるっていうのが一番勝ってる要因だと思うね。もうこうなったらこうっていうのがシステム化されてて、このシステムで打ったらもう平均絶対負けることはないですよ、基本的にみたいなシステムができてるからね。